汗をかいても髪の毛全然うねりませんという直毛でサラッサラストレートの方は本当にレア、少ないと思います。夏本番がやってきました。暑い日は汗と髪の毛、いろいろとお悩みが増える季節です。確かに私もこうね、ちょろちょろっとした薄い前髪をしているのでとっても気持ちわかります。皆さんこんにちは、横浜のボブ美容師上村です。今日も暑かったですね。夏本番がやってきました。暑い日は汗と髪の毛、いろいろとお悩みが増える季節です。今回は汗と髪の毛にまつわる皆さんのお悩みに Q&A 方式でお答えをしていきたいと思います。まず一つ目のお悩みです。韓国風の薄い前髪をしています。汗をかいてしまうとすぐにベタついてしまいます。何かいい方法はありますか？確かに私もこうね、ちょろちょろっとした薄い前髪をしているのでとっても気持ちわかります。以前にも動画を上げたんですが、朝のスタイリングの際にフェイスパウダーをフェイスラインにしっかりと叩き込んでおく。そうするとフェイスパウダーの粒子が汗を吸ってくれるので、サラサラっとした質感が長く続きます。お出かけの際に汗をかいてしまった時はティッシュでポンポンポンとお化粧が落ちない程度に汗を抑えていただき、もう一度フェイスパウダーを叩き込むことによってサラサラをもう一度キープすることができます。ぜひやってみてください。2つ目のお悩みです。汗をかいた後髪の毛がうねってしまいます。これは日本人くせ毛の方が多いので皆さん該当すると思います。汗をかいても髪の毛全然うねりませんという直毛でサラッサラストレートの方は本当にレア、少ないと思います。誰もがふわふわチリチリ髪質の変化にお悩みかと思います。ただ汗をかいた時、髪の毛のうねりを止めることはなかなか難しいんです。例えば大切なお出かけの予定の前日や、明日は雨が降るな、湿度が高いなと思う日は、前もってヘアケアを強化しておくことが重要です。そもそも髪の毛がうねる原理としては、髪の毛が傷んでいて髪内部に空洞がある状態です。この空洞に空気中の水分が吸い込んで入っていってしまって膨張、髪の毛が膨らむんです。そうすると変にうねりが出てしまうんですね。そもそもその髪の毛の空洞を埋めておけば空気中の水分を吸いにくくしてくれます。その髪の毛の空洞を埋めてくれるのはトリートメント、ケラチンタンパク質系の内部補修ができるトリートメントです。毎日使えるようなデイリー系のトリートメントではなく、集中ケアのような濃密なトリートメントを一つ準備しておくといいと思います。毎日使ってしまうと髪の毛の中に蓄積されて重たくベタつきやすいので、3日に1回、1週間に1回などがおすすめなんですが、特に次の日湿度が高そうだな、汗をかきそうかな、雨が降りそうなんていう時は、前日の夜にしっかりそういった集中ケアもできるトリートメントをしておくことがポイントです。濃密だしっかりとしたトリートメントをした日のドライヤーはしっかり乾かしてください。トリートメント一生懸命頑張ったのにドライヤーをサボってしまうと意味がありません。ドライヤーの温風によって髪の毛の表面はキュッと引き締まって、トリートメントの成分が抜けにくくなります。トリートメントとドライヤーはとっても重要になりますので、合わせて気をつけてみてください。では3つ目のお悩みです。髪の毛は汗で剥げますか？すごいストレートなお悩みをいただきました。汗が原因で剥げるわけではありません。薄毛が気になる原因としては、年齢とともにエイジング毛によって髪が細くなったり抜けやすくなったり、髪が生えることが遅くなる、周期のバランスが乱れることによって薄毛の原因、あとはお薬、内服薬に対しての影響を受けていたり、過度なストレスが短期間で集中的に感じてしまった場合、症状として出たりすることがあります。ただ汗をかいたから剥げるか薄毛になるかというのはまたちょっとなかなか難しくて、確かに汗をかいた状態で髪をしっかり洗えず、毛穴に汚れが詰まっている、皮脂汚れが酸化して固まってしまっている
ることを蓄積されて長い年月で見た時に汗をかいた原因によって毛穴が塞がれてしまって綺麗な髪が生えにくい、髪を生やすことを止めてしまうことがあるかもしれません。もし汗によって剥げること、薄毛になることを心配されている方がいらっしゃれば、シャンプー、頭皮のクレンジングに意識をしてみてください。シャンプーの上手な洗い方については他の動画でもお話をしているんですけれども、まずシャンプー剤をダイレクトに頭皮につけないこと、しっかり泡立てて爪を立てずに指の腹でしっかり洗ってしっかり揺すること。意外に皆さんシャンプー剤すすぎ残しがあったりします。このすすぎ残しが毛穴を埋めてしまう原因にもなりますので、汗によって薄毛剥げることが気になる方はシャンプーの見直しをお願いします。では4つ目です。汗によって髪の毛の表面の切れ毛が目立ってしまいます。どうしたらいいですか？気になりますよね。私ももうほらみたいな切れ毛だらけだと思うんですけれども、これは切れてるわけではなくて毛周期、髪の毛の生え変わりによって短い毛がツンツン立ち上がっていることもありますので、たくさんあるからといって心配をしないでください。スプレーやワックス、バームなどでちょっと手のひらにしっかり薄く伸ばして最後に撫でつけるように押さえてもいいですし、私は今年の夏髪の毛の表面だけ縮毛矯正をかけました。やはり短い生え変わりの毛は髪の重さが足りないので、少し湿気を吸っただけでもふわふわ立ち上がってくるんです。特に大人の女性は全体に縮毛矯正をかけてしまうと髪がぺったんこに見えてしまって華やかさが足りず、年齢とともに周りの方からの印象がガラッと変わってしまうことがあります。今までの雰囲気をあまり変えずにお悩みを解消するためにも部分的な縮毛矯正、一度は試してみてもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ信頼できる美容師さんにご相談してみてください。では最後です。汗をかいたり湿度が高いと髪が広がりうねります。ヘアアレンジをよくしますが、ヘアアレンジをする上で崩れにくいポイントを教えてください。夏暑い日は髪を結って過ごす方も多いですよね。首周りに髪の毛があるのとないのでは全然違うと思います。最近ではきっちり髪を結うのではなくて、あえてほぐしてラフな印象に仕上げるのも人気ですよね。その際にマスクやサングラス、1日に何回もつけたり外したりするようなものがあると、どうしても耳周りからヘアアレンジは崩れやすいです。フェイスラインは特に崩れてくるとお顔の印象も決まらなくなってきますので、特にこのもみあげの部分なんかはあえて外しておくといいと思います。ここの一線を中に入れ込んでしまうと少し緩んだだけでも目立ってしまうので、もうあえて先に出しておいて、これが顔にかかるのが気になるようだったら、もうこれを自力で耳にかけておくといいと思います。そうするとサングラスを付け外ししてここがたるんできても、もともと結んでいない毛束になりますので、自分でもう一度耳にかけ直せば綺麗にぴっちりと収まってくれると思います。編み込みやハーフアップなどでラフな印象に仕上げている場合、最初からこの耳のこの上の部分をたるませすぎない、ラフに仕上げすぎないのもいいと思います。意外にトップの部分はヘアアレンジ崩れにくい部分になりますが、ここなんかちょっと引っ掛けてしまったりだとか、パラパラ落ちてきやすい部分にはなりますので、最初から例えばこうやって結んでこう崩しておく範囲が広かったり、崩しすぎてしまうとちょっと引っ掛けちゃっただけでこうピョンって出てきてしまったりもするんですね。なのでほどけてしまう、崩れてしまうことを前提に朝スタイリングをしておくと、日中ちょっと手直しがしやすかったり気になりにくくなると思います。今回は暑い夏、汗による皆さんの髪の毛のお悩みについてお答えをさせていただきました。いかがだったでしょうか？今後も皆さんの髪のお悩みについていろいろとお答えをしてお役に立てればと思っております。ぜひコメント欄をご活用いただけると嬉しいです。本日も最後まで動画をご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いいたします。高評価もポンと押していただけるととってもとっても嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。